はい、皆さん、こんにちは。マイクです。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、また手作りマスクの方を作っていきたいと思います。今回は、セリアさんでですね、いいものを見つけてきました。このようにですね、ヘアバンドのワイドって書いてあるんですけど、ちょっと、この大きさがですね、こう比較します。私の顔をこうやって、覆ってしまえるぐらいの大きな顔。こんなサイズなんですけども。これとですね、のヘアゴムですね。ヘアゴム。こちらの方を使ってですね、マスク作っていきたいと思います。これはですね、特にですね、ミシンとかはいらないです。で、少しだけですね、針と糸を使ってですね、ちょっとだけ、縫っていきたいと思います。それで完成なんですけどね。ミシンとかいらないんですので、針と糸が、あとあれば完成します。それではですね、作っていきたいと思います。はい。ですね、こう、ヘアバンド取り出しました。ヘアバンド、こう、輪っかになってますので、ヘアゴムをですね、ゴムをこういう風にしてですね、輪っかに通します。で、通したらですね、ここのところですね、ゴムのすぐ横のところです。ここを縫います。ここを一点だけ縫ってですね、で、その後、こっち側も一点だけ縫って、それをまた反対側も同じようにすればマスクが完成になる。そういうことです。それではですね、縫っていきたいと思います。はい。針と糸ですね。これで、まあ、このぐらいの長さがあればですね、4箇所とも縫えると思いますので、こいつですね、ここ丸を作ってですね、こう針と糸を用意します。そしてですね、こういう風に糸を通して、このところですね。この辺りをですね、縫ってしまいます。で、生地のですね、目の粗いところを、縫ってしまいますと、糸がすっぽ抜けてしまう可能性がありますので、その辺をですね、ちょっと目で確認した上でですね、なるべく細かくこう縫ってあるところをですね、選んで、で、内側からですね、針を通します。輪っかのですね、内側、こうなってるので、この内側からですね、針を入れます。そうするとですね、結び目が外に出ませんので、ですね、こうやって、ギョ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 キッと、シューッと、ちょっと引っ張っていただいて、糸が抜けなければそれでいいと思います。それではですね、こうですね、同じような位置のところにですね、針を通して、シューッと。で、また、同じような位置のところをですね、ずっと通してですね、こういう感じですね。地を通して、またここの、また同じとこですね。これをですね、多分3回ぐらいやった方がいいですかね。糸がすっぽ抜けなければ、全然大丈夫ですので、こうやってね、3回ぐらいこうやって。で、通しましたら、今度は貫通させずにですね、この穴の、この輪っかになったところの片方だけをですね、針を入れていただいて、そして玉留めをします。で、裏返しにしてですね、この部分を、こう、玉留めですね、これ、1、2、3
シュッと。ちょっと心配ですんで、もう一回ですね。もう一回ですね。もう一回玉止めします。二回やるとですね、結構安心で、一、二、三。シュッと。これで、これでですね、ゴムを通した状態で、このところ縫い付けましたので、これがゴムがですね、こう、抜けたりしないような感じになります。そしてですね、こう、2回玉止めしたら、こう、2ミリぐらい残して、チョキーンと糸を切ります。はい。こんなようにですね、あとは、ここ一箇所やりましたけども、こういう四箇所ですね。ここと、あとこっちとこっちですね。の四箇所を同じように、糸で留めてしまえば、で、マスクが出来上がるということですね。じゃあですね、続けて、反対側の方もですね、ここも、縫っていきたいと思います。糸はそんなに長くしなくてもですね、大丈夫ですんで。と、最初は、輪っかの内側からですね、針を入れます。よいしょ。そして、今度は貫通させます。貫通させます。で、同じようなところにですね、糸を通して、これをですね、3回ぐらいやりますね。3回通したら、今度は最後に中で玉を作りますので、片側だけですね。両方貫通させないようにですね。で、後ろ側に糸が出てくるように、裏側にですね。裏側に糸が出てくるようにして、玉止めをします。よいしょ。1、2、3。念のためですね。もう一回ですね。もう一回玉止めします。1、2、3。よいしょ。こんな感じですね。そして、糸を切ります。2ミリぐらい残して切りますね。そうすると、こういう感じになります。で今はですね、ここと、ここを2箇所縫いましたので、ピンポイントで縫いましたので、あとは、ご自分の顔の大きさに合わせてですね、糸を切っていきます。糸とかの耳の糸をですね、切っていきます。何センチとかがいいのかって、そう決まってるわけじゃないので、後で調節できるように多少ですね、長めに糸をですね、紐ですね、ゴム紐を用意されるといいかと思います。もう今ですね、100円ショップで、だいぶ物が出回ってますんで、容易にね、手に入る方も多いと思いますんで、今からですね、在庫がありますんでね、買っておくといいかもしれないです。これでですね、片方は、こことここは縫ってありますので、今度も同じように、ここと、ここの2箇所をですね、ピンポイントで
縫っていきたいと思います。はい、これで4箇所ですね。 1,2,3,4 箇所ですね。ピンポイントで縫いましたので、もう針あの紐がですねすっぽ抜けることがありませんので、あとはですねこういうふうにご自分のお顔の方の調節でですね縛っていって、こんな感じで縛ってですね、縛って、調節しますね、こうやって。一回。あ、いいですね。いいですね。ちょうどいいので、まあ、ここのところをですね、ここを切ってもいいですけども、一応ですね、これ、こういうですね、隠すことができますので、こういう感じですね。結び目をこう中に入れてしまえば、結び目が隠れます。それで、こういう感じですね。ちょっと、まあ、私の顔からするとちょっと大きめですけども、まあ、こういうヘアゴムみたいな、すいません、ヘアキャップ、ヘア、止めのですね。うん。こういうのは100均で売ってますんで、いろんな種類のものがあります。いろんな肌触りのものがあったり、幅もですね、これよりも狭いのももちろんありますので、それがあればですね、もうすっぽりとこう、顔を覆うことができます。で、十分マスクのですね、大きさ的には、十分な大きさになりますので、あとはまあ、ゴムをですね、ちょっとこう、まあ、短めにするとか、で調節すると、小さい顔の方でですね、綺麗に収まると思います。まあ、こんな感じでですね、これからのね、新しい生活に向けですね、こういう手作りマスクをですね、紹介させていただきました。今回はこのあたりで失礼します。いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。Yeah.